はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファークライ4、ストーリー、続きやっていきます。前回、またヨーギーとレジ、受けたら、またちょっと、ムチを食らって、キラットの変な世界に連れて行かれたんだけど。ちょっと、いきなりこう来るか。で、前回からちょっといろいろお金も貯めたりして、経験値も貯まって今9ポイントもあるので、なんかに振っていこうかな。重火器。お、スナイパースコープの照準の安定時間が増大する。これいただこうかな。あれ？あ、スキルが必要。あれ？じゃあもう取れるの限られてるんじゃ。じゃあもう片っ端から取っていこう。これ取って、これも取って、これも取って、あ、これは、これで全部のシリンジが作れるようになった。で、今のところアミータのメインミッションしかないので、サブクエストもやってきたけど、じゃあアミータで行こう。エイジ、あの畑を守ったことで、キラットがどれだけ救われるか、この国には。もっと充実した医療が必要なの。これで助かる人たちがたくさんいるに違いないわ。あなたを疑ってたわ。私にはサバルの操り人形にしか見えなかったけど、それはどうやら違うみたいね。どれだけ有能か分かった。こんな助けになるなんて。戦争前のキラットはね、たった6歳で許嫁ができるのよ。私もそうだった。サバルの理想はそんな世界なの。暗黒の時代に引き戻そうとしてる。でも私たち、いいコンビよ。次はキラの像を守るのを手伝ってほしいの。ゴールデンパスへの反感を植え付けるためにポールが破壊しようとしてる。やるよ。エイジ、信じてくれてとても嬉しい。眠れる聖人、オッケー。象をポールから守る。ポールって最初にいたデブルールのことだね。武器で、このシグネチャーウェポン、今装備してるこのストーマー以外にも、このサイドアームのシグネチャーウェポン、レベルってのが、弾めちゃめちゃ入るので、買いました。じゃあ、とりあえず目的地に向かおう。よし、着いた。え？着いたけど、まずポスターがある。ここを守るってことは敵が来るのか。で、そのレベルっていうこのシグネチャーウェポン。こんなに弾が入ります。スコープもついてて。あれ、これもしかしてぶち破って入っていいのかな。よっ、あ、入った。あれ、待って、敵いるし。うおーうおっ、あっ、ちゃこりゃ。いてててちょっと待って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 、敵いすぎていすぎすぎ。ちょっと待って、逃げる。これめっちゃ強い。あ、いてててちょっと待って待って待って。うわ、あんなとこから撃ってくるか。ちょっと待てよ。あ、降りてきた。起爆装置を無力化する。たどり着いて、うお、あ、ちょっと待って。いや、シリンジキットはたくさんある。待って、これ使おう。ふん、どうだ、当たってない。お、いいぞいいぞいいぞ。あっちにいる。ほっ、よし、2人やった。まだいる。ほっ、よしよいしょ。
当たんない。オッケー。ちょっと拾って尻にしちゃおう。グレードランチャー強い。このまま持ってきね。あ、起爆装置の音がする。これだ、インタラクト。残りの像を守れ。あ、スナイパーある。いや、とりあえずこれでいいや。来た来た来た。あ、と、ちょっと遠い遠い。あ、これ短い。この辺でもうちょっとこっちに詰めてもらおう。あれ、待てよ。やっぱもうスナイパー拾って。当たんない。よし、あれはあれだ、これだ。よし、オラオラ。ぶっ飛ばしてくれ。うん、まだ来る。いた。よし、あれ、オッケー。もうどんどん撃っていくぞ。これでまだゾーンに来る。ボーダーちゃんの敵をほい。当たんない。よいしょ。オッケー。よし。強いこれ。あ、ヘリ来た。お。よし、当たった。あれ、もう中の人いねんじゃねえも。爆発した。そこにいる？あれ、どこにいる。もう行こうか。なんかボーダーの敵がいるな。おお、当たんない。待って、狙われてる。あれか。よし、あ、ヘリ来た、ヘリ来た。これ、ここ当たんない、当たんない。どうしよう。この辺。よし、よいしょ。涙、任務完了だ。まだいるけど、まだいるけど、こう。これ以上お願いするのは心苦しいけど、キラの像へ続く道の封鎖手段を考えて。封鎖手段？何を？どうせサバルが無駄に兵力を割くからよ。ゴールデンパスが注力すべきことは他にもある。眠れる聖人の地を封鎖しろ。サバルのことを、兵士を否定するのか。ここ、あ、向こうか。待って、敵いるけど。よ。よし。オッケー。ん？あれ？よし、オッケー。どうやって向こうまで行くんだ、これ。え？もしかして。え？どうやって向こう行くんだ、これ。これジップライン。え、ここジャンプできるのか。こっ、無理だよね。どうやってそこに、あれを壊せってことか。ああだだだ、岩を崩して道を塞ぐ。ほら、あ、やばいやばいやばい。おお、ミッション完了。エイジ、話
るの？あ、ヌーア。重要なことよ。無線では話せない。シャナスに来て、お願い。ヌーアって、誰だっけ？あれか。シャナスのアリーナのリーダー。そして、あれだ。家族、パガンミンに囚われていて、仕方なく従ってる人だっけ？スキル1ポイント。今あるミッションはヌーア。オッケー。じゃあヌーア行こう。シャナスにファストトラベル。とヌーアはどこだろう。もしかしてまたアリーナ挑戦？ナマステ。ん？誰か昇天してるぞ。尋問室に忍び込んで油断してるはず。苦しみの街、ここに来てデプルールを暗殺するのかな。そう、ヌアからこれといって見返りをもらったわけではないけど、今 SVD 弓もあるからいけるかな。3キロって結構遠いな。ここにポール来るの？ファストトラベルしてこう。ゾウさんがいる。倉庫に侵入しろだっけ？あれ？敵いないよね。家族は見つかった。いや、早い、待って。今向かってる。そう。見つからないように忍び込むのよ。あ、見つからないようにか。ポールはネズミのような男。危険を察知したらすぐに逃げ出す。感づかれたら終わりよ。聞いて、エイジ。奴はパーティーを開いている。肉の調達先を探し出して紛れ込むの。オッケー、敵いるな。これはそろそろで完全ステルスを絶対にしなければならないのか。あ、ドックもいる。結構いるな、やっぱポールとなると。もうここでリカボーの力を見せてやろう。一人こいつはやれるな。オッケー。さあポチもいるか。どうしようかな。ここだと多分死体はバレないと思うから。5人。どうしよう、ちょっとどうしようかな。向こうの家の後ろから行こうかな。慎重に行こう。餌、まあ最悪餌もあるけど。待ってよ、これ使おう。まだ敵はいるかな。あ、2人いる奥に。シリンジもたくさんあるから。あ、危ない。どんどんハイライトしていこう。建物内、屋内に2人、いや外にもう1人。パッシュン、何も起きてない、大丈夫。
中だな。よし、よし、トラックに忍び込め。あ、別に全滅させるってわけじゃないから、トラックに入ればいいのね。お邪魔しますあれ誰この人。アミータが今ポールを追っている。あの男は殺さないで、生かしておいて償いをさせたい。でも気をつけて。え、ヌーアには殺せって言われたけど。もしできればあいつの尋問室の写真を撮ってきて、彼が非道だってことの確かな証拠になるわ。でも油断しないで、決して見つかったり捕まったりしないように。写真を撮れ。ここどこにいるんだ今。あ、ここか。尋問室の写真を撮れ。さあ、たくさんいますな。あれ、あれ、一般ピッポか。ちょっと待ってよ、ハイライトしよう。ほうほうほう、なかなかいるなこっちからいけるかな。これは殺さずに行った方がいいかもしんないな。こっち行ける。殺せるところだけ確実に殺していこう。3人。いや、このシリンジ便利だな。この男はやれるな。頭、え、死体を隠せ。 OK。 OK、 死体隠す。この辺なら大丈夫でしょう行こう。いません、いませんよ。え、大丈夫か。すっきりさせてやろう。え、ゲロ吐きながら死んだ。ハイライト。うわ、なんじゃこりゃ。パーガンミン、バレないか。さあ、ハイライトしてるからこれ以上敵はいないはず。お一人様、はい。あ、あ、ちゃちゃちゃ、ちょっと念のためにもう一回使っとこう。いや、死体はここで大丈夫だな。尋問室、どっか上に登る必要があるな。二人いる。あ、グラップルできる。オッケー、あ、明るい。うわ、拷問してる。あ、ちょっと申し訳ないけど、喋らせてもらいます。オッケー。こっち。ああ、落ちる落ちる。続いて。どっから写真を撮ればいい。お祭り騒ぎだな。そこか、ここ行けるか、行けるか、行けるか、行けるか。そこの二人どうしようかな。待って、まずそこにもなんかすっきりしてないやつがいるな。なるべく殺したくないな。
あの窓か。こっちの右のそこ、あでもバレないか、大丈夫か。左にもいるけど大丈夫かな。あ後ろ見てるな。乗っちゃおう。パーガンミン。おお、いるいるいる。こっちの建物に行こう。開いて。いた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 。わあ拷問してる。カシャ。さああと一つか。下に降りてちょっと向こうにグラップルし直そう。あここにもグラップルできるけどそこから行こう。あれちょっと待って。ハイライト切れてるかもしんないな。もう一回使ってこう。死体バレたか。ん？え？捕虜が逃げてる。捕虜が逃げたのか。捕虜は逃げたんだな。そこ天井に行く。あ石ころに反応しねえ。ああ危ない危ない。ほっ。あ声するな。誰もいませんよ。ほっ。あ、すぐそこにいる。ポールは病気だな。大体想像がつくわ。でもそれをうまく利用すればパガンミンの嘘を暴くことができるかもしれないわ。でもそこには長居しないで。デプルールの部屋に入れ。外に出たけどこの人たちは助けれるのか。助けれはしないのか。ちょっと今回はバレないように行くっけない。でデプルールの部屋向こうか。なんか敵が騒がしいな。こいつは無視でいけるな。いけるよね。いけるね。いけないわけないね。オッケー行こう。ちょっと待ってよ。シリンジを追加し、あなかった。登って、正面しかないのかな、ここ。いません、いません、よし。誰もいない、よし。衝突された。なんてことを、なんてひどなことを。登れる。
さあこの辺からどっから入れる？今豚のところに人落とされてたけど、ここか。うわ、なんじゃこりゃ。デプルールがここにいるわけではないのか。インタラクト、助けに来た。逃げるんだ。もしもし。いや、元気か。え、AJ が身代わりになるの？そうか、それはよかった。素晴らしい。いやいや、分かってるって。けど今からミーティングが始まるところなんだよ。分かった。いいから、ちょっとだけ話すよ。いいから代わって。あ、もう少し待っててくれ。いや、アシュリー、本当かい？そりゃすごい。いい子だ。もう寝る時間だろ。歯磨きはしっかり磨いたか？よし、いい子だ。ママにキスをしといてくれるか？パパがいなくて寂しがってるから優しくしてあげるんだよ。よし、パパはお仕事に戻らなきゃ。プレゼント？もちろん。何が欲しい？指輪？残念だけど指輪はここになさそうだな。他に何かないかい？ネックレス？金のネックレスか。ああ、それなら確かさっきここにあったよな。もちろんキラキラしてるやつだ。さあ、本当にパパは仕事に戻らなきゃ。あ、パパも愛してる。さあ、もう寝なさい。いい夢を見るんだよ。じゃあおやすみ。悪かったな。娘のせいで君は時間通りに来てたのに待たせてしまって。でも分かってくれ、悪気はなかった。お前、あっ、デプルール普通に、え、死体、え、倒しちゃったの？違うよね、気絶したんだよね。死体って書いてあるけど。あ、あっさり捕まえちゃった。オッケー、死体を回収。え、死体じゃないけど、多分生きてる。回収。車両まで運べ。あ、でもハイライトないんだよな。ここどうやって飛び越えるんだ？あれ？ちょっと、死体がくねってる。あ、開いてた。違う、切んない。頼むから誰も来ないでくれよ。そういうわけにもいかなそうだな。ちょっと待ってよ。あ、まだいるか。4人もいるな。バレた。
マジか。マジか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 。今まともに使える武器これしかない。待って、ポールいったん置きっぱにしといて敵を倒そう。うお、全員やったかな。とりあえず進もう。あ、違う違う違うって、担いで、ね、こいつは拷問を楽しむ人道のやつだったけど、今度はゴールデンパス側が拷問を楽しむ番かな。誰もいませんよ。ボタン間違った。投げないく強い。よし、来てる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 。ポールちょっと落ちて。よし、ちょっと全員倒していこう。よし、さあポール帰りますよ。動物もいたなら動物出してもよかったな。はい、ポールの席です。はい、オッケー、買います。あ、敵来てる。あ、じゃああれは強制的にバレるのか。逃げる逃げる、来てるな。よし、ヌーアがよろしくって。ヌーア、ヌーアだと。うん、あれあっちか。待って、ポールが壊れた。とっくにあのよ。うわー、なんてやつだこいつ。生きてるか？ポール君です。死んでても文句はないが。ああ、生きてるぜ、このクソ野郎。うわ、新居に案内しろ。誰が投げた？クソトリガー。話せ。待て、俺の携帯だ。AJ、後ろのポケットに入ってる。携帯を取ってくれよ。AJ、頼む。お願いだ、電話を取ってくれ。間抜けどもが、話せ。アシュリー。アシュリー、パパだよ。ありがとう。
よくやってくれたわ、エイジ。ポールのことは任せて。奴にぴったりの場所がある。ポールはしっかりさばいてもらおう。苦しみの街。お、シルバートロフィーだっけ。強力な武器が攻撃場に追加された。オッケー、ポールを捕まえた。250件検知。パガンミンから連絡が来そうだけど、何も来ないかな。何も来ない。今あるミッションはゴールデンパスミッション。ああ、でも、あ、連絡来た。パガンミンだった。石割の居場所は分かっていたが、今更会いに行けないと思っていた。そして相手が死んで初めて後悔することになる。とにかくデプルール、元井、ポール・ハーモンと渡米した。彼は自宅に私を招き、家族を紹介してくれた。彼の知られざる一面を見せてくれたわけだ。愛情にあふれた父親であり夫、羨ましいと同時に嬉しくもあった。そして彼の娘の学校へ行って音楽会を鑑賞した。最愛の娘アーシュリー、人生のすべて。彼の目には涙があふれ、誇りと愛に満ちていた。そして私は考えた。石割の後を追っていたらどうなっていたか。君がたどたどしくピアノを弾くのを涙を食べて双眼鏡で覗き、尊い一瞬一瞬を余さず見届けていたら、人はいつだって手遅れになって初めて思い知る。いつも遅すぎるんだ。よくわかんないけど、よし、今ゴールデンパスミッションしかない。 OK、 とりあえずデプルールを捕まえた。じゃあ結構、いつもより結構長いことになっちゃったけど、じゃあ今回はここまでにしようかな。じゃあちょっと次回は攻撃所でまた販売が開始された新たな強力な武器持って続きやっていきたいと思います。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。